それでは日本代表選手団メダリスト記者会見を始めさせていただきます。登壇しているメダリストをご紹介いたします。レスリング競技グレコローマンスタイル77キログラム級男子銅メダリスト矢比久翔平選手です。それでは矢比久選手から一夜明けメダルを獲得した感想をお願いいたします。銅メダルを獲得して、一夜明けてすごく、メッセージ、沖縄県の方々であったり、地元の、中学の同級生や、ちびっ子のお父さんお母さんからも、メッセージが届いてすごく自分がメダルを取ったんだなっていうふうに実感しています。昨日結構遅い時間でしたが寝れましたか？結構ドーピング検査の方でちょっと長引いてしまって遅い時間になってしまったので、ご飯食べて布団に着いたらもう気絶してました。これから沖縄に帰ることがあると思うんですけれども、メダルは真っ先に誰にかけたいとかありますか？それはもう沖縄帰ったらもう親父にかけてあげたいですね。はい、まあ、これからに向けてまた一夜明けて新たな意気込み等ありましたら聞かせてください。そうですね、やっぱり銅メダルは取れたんですけど、一番いい色ではないですし、まあ、競技をやるからには世界のてっぺんに登りたいですし、それに向けてまた今回のオリンピックという舞台で課題も見えてきましたし、それを1年1年にはなるんですけど、それをしっかり課題を克服して成長していけば金メダルにぐっと近づくのではないかなと思っているので、まあ頑張っていきたいなというふうな思いはありますね。重いクラスのメダルは快挙と思います。このクラスでメダルを取れた特別な理由や戦略はありましたか？はい、今回、中量級でのメダルということで、まあ、なかなかその世界選手権やそのオリンピックでメダルを取れてないっていう部分があったんですけど、まあ、出るからには何としてでも自分がメダルを取るっていう気持ちでやってたので、その気持ちは強かったです。で、そのメダルを取れた要因として挙げるのがやっぱり外人選手力も強くて、最初自分のペースに持っていけなくて負けるパターンが多いので、そこをまず改善したっていうのと、もう一つがやっぱりスタミナ、僕の持ち味であるスタミナを生かすことによって最終的に自分が何としてでも1点多く勝ってる場面を作っていけば絶対勝てるなっていう僕の中での考えがあったので、それが要因じゃないかなと思います。